暗闇へのワルツはアメリカ合衆国の作家コーネル・ウールリッチがウィリアム・アイリッシュ名義で1947年に発表したサスペンス小説。この作品を原作としてフランソワ・トリュフォー監督の1969年の映画暗くなるまでこの恋をやマイケル・クリストファー監督の2001年の映画ポアゾンが制作された。フランス語にはジョルジュ・ベルモントにより ラシレンジュミシシッピーの題名で翻訳され、1950年にガリマール出版社から出版された。トルフォー監督の1968年の映画、よぎりの恋人たちの中には、主人公がこの本を読んでいる場面がある。日本語では、高橋豊による翻訳があり、1958年に早川書房の世界探偵小説全集の一冊として出版され、 1976年には、早川ミステリ文庫に入った。ルイスは通信交際会を介して手紙をやり取りしていた写真だけでその姿を知るジュリアと結婚することになっていた。ジュリアの乗る船がニューオーリンズに到着した日、ルイスは乗客の中に彼女を見つけることができなかった。多くの人が行き交う中、必死に彼女を探していたルイスは一人の美女と出会う。 ありがとうございます。